まず地方財政というものを学びたくて、自分が県内に住んでいるのでどのような大学で学べるのかなと思って調べたのがきっかけで、その中で敬愛大学はすごく地域経済だったり地方経済っていうのにすごく特化していて、その密着した大学であるなと思いまして、その中でオープンキャンパスに参加した際にすごく大学の雰囲気もよく、生徒も明るくここで学びたいなと思ったのがこの大学を選び、この経済学部を選んだきっかけになります。2年生時から選べる地方自治論という授業なんですけども、その中で各自治体とか市の財政であったり政策っていうのを学べるんですけども、その中で私がすごく印象に残っているのは、そのレポートを策定する際にやっぱその勉強を踏まえてどのような市がいいのか、どのような自治体がいいのかっていうのがすごく悩んでいて、でも千葉県はすごく優秀な自治体が多くて、その中でその市民が喜ぶ政策であったりいろいろな財政の使い方っていうのを明確にしていて、ぜひ私もこの中で市役所の一人の一員としてその場で働いて、やっぱ市民の人たちのより良い生活に携わりたいなと思って、その自分が公務員を目指すきっかけを与えられた、与えてくれた講義だなと思います。であともう一つあるんですけども、やっぱそのゼミの授業がすごくやっぱ少人数ですごく先生との距離も近くて、先生がユーモアな方で、よく話が脱線してしまうんですけども、その脱線した中にやっぱその教授であるのでやっぱ面白い話だったりためになる話っていうのが多くて、やっぱその中で自分の興味があったことっていうのを教授と話したりすると、やっぱ本当に些細なこととか気づかない点から自分の興味だったり、やっぱ自分が学びたいなと思うことが見つかるので、私はよく話が脱線するの良くないって先生は言うんですけども、すごくいろんな話をしてくるので、やっぱこのゼミ入ってよかったなと思いますし、やっぱゼミだからこそ先生との距離が近いなと思えるのがやっぱこの大学の特徴だなって思います。もう本当最初 1,2 ヶ月ぐらいは世間話しに行くような、話してくれる近所のおじさんだなってぐらい感覚だったんですけども、その会話の中から自分がどういう人間だなってあったり、こういうことが得意じゃないのっていうのをすごくやっぱ見つけてくださって、その中でどのような業界がいいのかだったり、どのような会社が合ってるよっていうのをすごく紹介していただいて、やっぱその中で自分に合う仕事って何なのかなって一度考えた時に、自分はその公務員だったり行政っていう市役所で働くことがいいなと思いまして、その中でこうやって教材をこの自分だったら部活だったりサークルっていうのが忙しいので、こういう教材を使って空いた時間にすごく勉強して、実際いろんな市とかを見てきたんですけども、すごく興味があった市を一つ選んで私はそこに集中して勉強したんですけども、実際その面接だったり討論会というものがあったんですけど、その際もキャリアセンターを利用してどのようなことに注目してやってはいいのかとか、どのような点を話した方がいいよっていうのを、本当に相談を受けていただいて、結果その自分の志望する市役所に受かったので、すごくキャリアセンターの人には感謝をしてますし、やっぱ皆さんもすごく活用した方がいいなっていうのがやっぱキャリアセンターの印象ですね。大学に入学する前は将来の夢やなりたいものといったものが明確にありませんでした。そのため社会に出ても通用するような知識を得られる経済学部を選択しました。また企業の経営についても学んでみたかったので、経営学科を専攻できる敬愛大学に入学をすることに決めました。マーケティング論という授業です。この授業は商品を売るためにどういった顧客をターゲットにするか、どのように価格の設定をするのかといった企業の仕組みについて勉強します。この授業を聞くことで普段の買い物にも生かされる部分が多かったので、授業を聞いていて面白かったです。大学3年生の秋頃に開催される就活セミナーというものがあります。このセミナーに参加すると企業の方に実際に面接の練習をしていただけます。良かった点や改善点などをフィードバックしていただけるので本番に役立つことができました。とまたエントリーシートの添削や就活での相談などはキャリアセンターの方にお世話になりました。些細な相談も乗ってくださったので自信を持って就職活動に臨むことができました。
そうですね、大学はいろんな夢だったりいろんなことやりたいことっていうのが多く見つかると思うんですけども、まあ、その中でも敬愛大学はそれを全力でサポートしてくれる大学です。やっぱ自分の夢だったり可能性を大学で敬愛大学で存分に広げていってください。敬愛大学は自分のやりたいことを全力でできる環境が整っています。大学生活の全般をサポートしてくださるので、ぜひ敬愛大学で自分のやりたいことにチャレンジしてみてください。